天気予報、コンビニ、電車のダイヤ、薬の開発、一見何の共通点もないように見えるこれらですが、ある学問が生かされています。それは統計学。皆さん一度は耳にしたことがあると思いますが、意外とその学問に触れる機会というのは少ないのではないでしょうか。今回はそんな統計学がなぜ必要なのか、そしてどんなことができるのかというお話です。まず統計学の概念とその誕生の背景からお話しします。統計学は簡単に言うと、集めたデータを統計量やグラフなどにまとめて、その特徴やパターンを捉える学問です。データを集めることではなく、そのデータから何を導き出すのか、その情報をどのように活用するのかという部分が統計学の存在価値にあたるのです。しかし一言に統計学といっても、実はいくつかの種類に分かれています。手元にあるデータの特徴を捉える記述統計学、そのデータの背景にある母集団の特徴や未来を予測する推測統計学、そして近年注目されているベイズ統計学です。ベイズ統計学は簡単に言うと、前の2つで重要としていたデータを必ずしも必要としない考え方です。これまでの知識や経験、新しいデータなどを柔軟に取り込みながら分析を行う手法のため、柔軟性が高いことがメリットと言えます。例えばコンビニでは毎週新商品の発売があります。しかしながら、その商品開発のために毎回データ収集をしていたら間に合いません。そこでこれまでの購買データを分析し、その特徴を取り入れることでコンスタントな商品開発を実現しているのです。データから何を導き出すのかが統計学の存在価値と言いつつも、データが不足している場合でも事前情報を活用して推論を行うことができるのが、このベイズ統計学の特徴です。そんな統計学ですが、統計の歴史はとても古く、紀元前3000年前にはすでにピラミッドを建設するために使用されていたと言われていたり、あのローマ帝国では初代皇帝アウグストゥスが人口や土地調査のために使用していたとも言われています。ちなみに統計学は英語でスタティスティックスと言いますが、その意味はラテン語で国家の状態を意味するステータスであり、統計学が国の発展に重要であったことはその由来からも見て取れます。先ほど統計学の種類についてお話ししましたが、それぞれで手法や法則が異なります。全部紹介してしまうと朝になってしまうので、今回はその中でも基本となるエピソードやポイントについて紹介しますね。まず記述統計学、これは平均年収や人口調査などの傾向や性質を把握する際に使われています。代表的な考え方は平均や中央値です。すでにあるデータから平均値や中央値を求めてデータの性質を把握することが目的となっており、一般的によく使われる考え方ですが、これには一つ弱点があります。それは目の前にデータがないとできないということです。極端な例で言うと、国民の平均身長を調べたいと思った時には、全国民の身長を測る必要が出てきてしまいます。正確な数値を把握したい場合には有効ですが、データ収集をする必要があるため、活用できる場面が限られてしまうという点に注意が必要です。この例を聞いて、一部の国民の身長を測ってその傾向を全国に当てはめればいいと感じた人はいませんか？まさにその考え方が推測統計学です。推測統計学は一部から得られたデータを元にして全体の特徴を推測します。よく使われているのはテレビの視聴率や保険の事故発生数の予測、新薬の有効性の確認などです。知見という言葉を一度は耳にしたことがあると思いますが、まさしくこれも一部被験者が治療を受け、その結果から全国民への有効性を推測するというものです。かのナイチンゲールも推測統計学をとても大切にしていたようです。ナイチンゲールはイギリスの上流階級の家庭に生まれ、レベルの高い教育を受けていましたが、中でも近代統計学の父と呼ばれるケトレーを信奉していました。そのため若い頃から数学や統計に強い興味を持っていたと言われています。看護師団のリーダーとしてクリミア戦争に派遣された彼女は、看護活動に励む一方で野戦病院でデータ収集と分析にも注力をしました。その結果、
イギリス兵の多くは戦闘の負傷によるものではなく、負傷後の治療や病院の衛生状態による死亡が多いということが明らかになったのです。その後彼女は野戦病院の衛生状況を改善することで傷病兵の死亡率を劇的に引き下げることに成功しました。統計学によって多くの命が救われたエピソードですね。最後に近年誕生したベイズ統計学です。冒頭にもお話ししたようにベイズ統計学は必ずしもデータを必要としないという特徴があります。じゃあどのようにして考えていくのと皆さん思いますよね。ベイズ統計学は基本的に事前確率と事後確率の2つのステップで成り立っています。例えばあなたは商品開発部門の社員であったとします。新しい商品を開発したのですが売れる確率は経験則から 50% だと予測していました。ここまでが事前確率です。その後商品を発表すると SNS でたくさんの反響を得ることができました。これによって売れる確率を 50% から 75% に修正しました。また先行販売を一部店舗で行った際には即完売したのでここで売れる確率を 90% に更新といったように事前確率を主観で決めた後さまざまなデータを反映し事後確率を更新することで正確な推論を可能にしていくのがベイズ統計学です。またベイズ統計学では結果から原因を探ることもできますがそれはベイズの定理に基づいているからです。ベイズの定理の式はこのような形です。これを有名な分析事例で解いてみたいと思います。問題はこちら。ある女性が定期検診を受けたところ疾患 A を調べるための検診にて要再検査陽性という結果を受けました。この女性が実際に疾患 A にかかっている確率を考えてみるというものです。陽性という診断結果を受けた後本当に疾患 A かどうかという事後確率を調べるためには検診 X で陽性になった人たちの割合と誘導そしてこれまでの経験をもとに推定している事前確率を使います。実際の式に当てはめると分母は全確率実際に疾患 A の患者で陽性になる確率 0.32% プラス実は疾患 A ではないのに陽性になる確率 9.96% そして分子は誘導疾患 A 患者が検診 X で陽性になる確率 80% かける事前確率検診の全受診者のうち疾患 A の患者である確率 0.4% という計算式になります。これを解くと答えは 0.031 つまり検診 X で陽性が出た場合実際に疾患 A である確率は 3.1% ということです。今回はシンプルな例にして紹介をしましたがこのベイズ統計学実はとても複雑であったり事前確率の曖昧性から敬遠されていました。しかしながら近年のコンピューターの台頭また技術の発展により計算が手軽によりスピーディーにできるようになったことから企業のマーケティングはもとより医療や機械学習の現場においても非常に有用なツールとなっています。さて今回はここまでです。それぞれのデータや調べる目的によってこの3つの統計学を使い分けしてみるといいかもしれませんね。今回は統計学の概要を紹介しましたが実はとっても奥が深く面白い学問です。皆さんの反応によっては続編も出したいと考えているのでこの動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。